はい、SGR ボリューム99にお越しの皆さん、こんにちは。私たち、それから膨らむ可愛い子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、メンバーの自己紹介をしていきたいと思います。はい、では、さなちゃんから。はい、5期生のさなちゃんです。さなちゃん。はい、5期生のりずです。りずさん。はい、5期生のにゃんです。にゃん。はい、学生のあやです。よろしくお願いします。はい、ということでですね、先日公式のツイッターから発表があった通り、それほほになんと6期生が加入しました。イエーイ。いや、めでたいね。めでたいね。めでたいお話だ。で、その、じゃあ今日はその6期生のお披露目ステージとなるので、6期生を早速呼んじゃいたいと思います。はいでーす。6期生頼むよ。えらい。はい、ではゆいちゃんから順番に自己紹介してもらおうと思います。はい、6期生のゆいまるです。ゆいまる、ありがとうございます。曲中でたくさんビッグハートするので、ゆいまるポーズで覚えてください。お願いします。ビッグハート、ビッグハート。はい、6期生のるちゃです。るちゃん、精一杯笑顔と元気をお届けするので受け取ってください。かわいいね。もうみんな踊るしかないね。受け取ってよ、しっかりちゃんと受け取ってね。受け取ってる。同じく6期生のなーちゃんこと花です。なーちゃん、なーちゃん、なーちゃん。アイドルの推しは Not Equal Me の鈴木ひとみちゃんです。お、今日はポニーテール着るんです。着るん着るん、かわいい、かわいいね。みんなポニーテール好きだよね。はじめまして、6期生のイチです。イチ、今日は皆さんに会えて嬉しい。イチ、よろしくお願いします。かわいいイチね。待って、待って、イチかわいいイチね。かわいいイチ、かわいいイチ、ね、かわいいイチ、かわいいイチ。そう呼んだ。はい、はい、はい、ということでですね、ごめんなさい。はい、ということでですね、ここには今日いないんですけど、他にすずめちゃんとライチって子が加入してくれまして、6期生は総勢6人、それ方法は全部で15名となりました。多いね。多いね。多いになったね。ね、一昨年まで一人だったのにね。ね、めっちゃ一人一人一人が15人までなりまして。なりました。そうですね、今年も6期生の入った大きくなったそれ方法、今年も注目していただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。お願いします。6期生も入ったってことだし、改めてそれ方法やっとく。いいよ。せーみなさんこんにちは。私たち、それから膨らむ可愛いほほです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、やったね、それほほしたら、ここから6期生にこれから初ステージをしてもらおうと思います。イエイ。では5期生は履けましょう。学期生に 5期生のおばばはね、おばばは履けましょう。履けて若者に任せて。じゃあ頑張って。それじゃあ頑張ってね。みんな推しを見つけるんだよ。みんな影から見てるからね、しっかりニコニコでね、頑張ってね。頑張ってね。頑張ってね。イコールラブのイコールラブ。
セットリストになります。 SGR ボリューム99出演メンバーの方々です。 SGR ボリューム99終演後のそれから膨らむ可愛いほほうそれほほさんからのお礼メッセージになります。また6期生の方のお披露目も見させていただきました。出演されましたメンバーの方々になります。6期生6人も加わられました新しいそれほほさんのメンバーの方々になります。2022年5月15日日曜日西永福にて開催されました SGR ボリューム99のタイムテーブルになります。それから膨らむかわいいほほそれほほさんの出演時間は鳥から2番目13時頃を予定されていらっしゃいました。ユニドル2022サマー関東予選2日目にそれほほさんは出演されます。